100万。いや、そうですか。よう、畠山さん、何か進展はあったか？え、桐生さん、なんで？あんたが娘の彼氏を包丁の錆にすんじゃねえかと思ってな、様子を見に来たぜ。だからそんなことしないって。だいたい娘の相手はまだ来てねえんだ。まったく、娘はあそこで待ちぼうけ食ってるよ。おう、あの子が畠山さんの娘か。しかし待たされてる割には楽しそうにも見えるな。畠山、お待たせ。ごめんごめん、野球部の練習が伸びちゃってさ。待った？うん、私も今来たところだから。お、そうなの。いやー、ちょうどよかったよ。何がちょうどよかっただ。娘は30分もあそこで待っていたんだぞ。娘の貴重な30分をどう償ってもらおうか。まあまあ、あんたの娘は怒ってねえみたいだし、別にいいだろ。今は黙って見守っておこうぜ。でさ、早速なんだけど、ここがよくわからなくてさ、教えてくれねえかな。どれどれ。ああ、これね。これは三平方の定理を使って答えを出すの。へえ、なるほどな。なんかあいつら勉強を始めたぞ。いやー、助かったよ。やっぱり畠山教え方うまいわ。あいつらただ勉強してただけじゃねえのか。至って健全に見えるが。考えすぎだったのかな。でも急に勉強なんてどうしたの。サトシ君、ずっと野球一筋だったのに。だって今の成績じゃお前と同じ大学行けなさそうだしさ。もうお父さんには言ったの、大学のこととか。まだ言えてないんだよね、進路のこともサトシ君のことも。そっか、もし言いにくかったら俺も一緒に行くし。あ、でも娘は選んって怒られるかな。お父さん優しいからそんなことないと思うよ。でも最近話す機会あんまりなかったかも。ちゃんと言わないとね、私のこれからのことだな。俺はまず勉強を頑張らないと。お父さんに認めてもらわなきゃな。野球もでしょ。来年は優勝できるといいね。おう、俺畠山のためにホームラン打ってやるからな。何それ。じゃあ期待してるね。ありがとう、桐生さん、一緒にいてくれて。いや、俺は何もしてねえよ。それより大丈夫か。僕はさ、娘ってのはいつまでも可愛くてそばで守っていくべき存在なんだって思ってたんだ。でも違うんだよね。大きくなったら恋だってするし、ここから旅立ちもする。当たり前のことなのに見ないふりしてたら、いざその時になったら慌てちゃって子離れしないといけないってのに。かっこ悪いな、僕。頭じゃ分かってるんだけど、親父って辛いもんだね。かもな。だがまだあんたの娘は畠山さんの元から離れちゃいねえ。これからの時間大事に使ってやるな。あんたにはまだ
それができるんだ。うん、そうだね。今度ゆっくり娘と話してみるよ。あのサトシってやつも呼んで牡蠣パーティーでもしてみようかな。そりゃいいかもな。さっきの感じだと悪いやつでもなさそうだったぜ。じゃあそろそろ僕は店を開けないと。いろいろありがとうね、キリュウさん。また店かスナックで会おう。子離れか。娘との会話もうまくいくといいな。頑張れよ、畠山さん。しばらく寝てろ。ちょっと飲んでいくか。お、キリュウさん、今ちょうどこいつとキリュウさんの話をしてたんだよ。うん？俺の話？どうも、秋吉です。キリュウさん、畠山さんの相談に乗って励ましたりしてたんすね。俺てっきりなんか怖い人かと思ってちょっと避けちゃってました。でも桐生さんがいい人だって知ったら、今度はいろんな話聞いてほしくなっちゃって。ったく調子のいいやつだろ。まあ適当に話聞いてやってよ、桐生さん。よろしくお願いします。そうか、飲み仲間が増えるってのはいいことだ。こちらこそよろしくな、秋吉さん。はい。俺と飲まないか？ほう、そんなことが。マジっすか。
来てくれてありがとうね。また来るぜ。じゃあね。ちょっと飲んでいくか。いらっしゃい、どうぞ。いらっしゃい。一緒にどうだ。ほう、そんなことが。マジっすか。他のやつと飲みな。畠山さん。お、桐生さん。どうだ、娘とはいろいろ話できたか。うん、おかげさまでね。あのサトシ君ってやつもなかなかしっかりした子だったよ。そうか、ちゃんと打ち解けられたようだな。ああ、それに子供たちの成長を喜ぶのが親の責務だしね。ところでさ、桐生さんは野球をやってるって聞いたんだけど本当？ああ、まあ草野球だけどな。もしよかったら僕もチームに入れてくれないかな。ん？どうしたんだ急に。実は娘は野球をやっている男をかっこよく思っているらしくてさ。ふん、娘の前でいい格好をしたいってか。ダメかな。それにサトシ君とも話せる話題を増やしたいし。もちろん大歓迎だ。一緒に娘にいいところを見せてやろうぜ。ありがとう。これからもよろしくね、桐生さん。ママ。へえ、すごいわね。
顔真っ赤よ。少し酔いを覚ましてきたら。ああ、ちょっと風に当たってくる。待ってるよ。初乗りをかしこまりました。それでは出発いたします。キリュウさん、飛ばす。